オールドコーナー書店は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン中心部に、ある歴史的商業ビル。フリーダムトレイル沿いのワシントンストリート及び、スクールストリートの交差点に位置する。1638年、異端として、マサチューセッツ湾植民地を追放された、アン・ハッチンソンの旧邸宅の場所である。1708年、 トーマス・クリーズが邸宅を買い取ったが、1711年10月2日に起こったボストン大火災により消失した。1712年、クリーズは住居及び薬局としてこの地に新たな建物を建設した。何世代にもわたり、1階は薬局、2階は住居として様々な薬剤師がこの建物を使用した。1817年、 牧師ジェームズ・フリーマン・クラークの父、ドクター・サミューエル・クラークがこの建物を買い取った。1828年、ティモシー・ハリントン・カーターが、ジョージ・ブリーマーから賃貸され、書店として使用されるようになった。カーターは7000ドルをかけて窓などを含む店舗を改修した。19世紀1832年から1865年、ウィリアム・ティックナーが創立し、後に、 ジェームズ・トーマス・フィールズと提携することとなった出版社ティックナーフィールズが入居していた。19世紀、全米でも最も重要な出版社の一つとなり、オールドコーナー書店は、ヘンリー・ワーズ・ワース・ロングフェロー、ラルフ・ワルド・エマーソン、ナサニエル・ホー・ソーン、チャールズ・ディケンズ、オリバー・ウェンデル・ホームズ・シニアなどの作家の打ち合わせ場所として使用されていた。ティックナーフィールズは、 建物全体を賃貸で借用していたが、一角のみを店舗として使用していた。二階及びスクールストリート沿いの一階は他社に貸し出していた。ティックナー没後、フィールズは書籍販売よりも出版に力を入れることを望んだ。1864年11月12日、フィールズはオールドコーナー書店を EP ダットンに売却し、ティックナーフィールズは トレモントストリートに移転した。以降、他の出版社や書店が、オールドコーナー書店に入居している。1890年代、この書店では、以下の雑誌を取り扱っていた、アレーナ、アーゴシー、アーミーネビージャーナル、アート、アートアマチュア、ザ・アトランティック、ブラック・キャット、ブックマン、ブラッドレイ・ヒズ・ブック、カトリック・ワールド、ザ・センチュリー・マガジン、ザ・キャップ、ブック、 ザチャーチ、ザチャーチマン、カレントリテラチュア、ドナホエ、エスマガジン、エブリーマンス、ホーラム、グントン、エスマガジン、ハーパーズバザー、ハーパーズラウンドテーブル、ハーパーズウィークリー、ホームカントリー、ジャジ、レディース、ホームジャーナル、フランクレスリー、エスポピュラーマンスリー、レスリー、エスウィークリー、ライフ、ディピンコット、エスマンスリーマガジン、EN? アンジー、S マガジン、EN、ザネーション、EN、お上スアメリカンレビュー、アウティング、ポケットマガジン、ポエットロア、パブリックオピニオン、アウトルック、ブック,ック、ピューリタン、レッドレター、レビューオブリベス、サイエンティフィックアメリカン、スクリブナーズマガジン、シャプル、S、ストリート、ニコラスマガジン、タウントーク、トゥルース、ボーグ、ホワットツイート、イエールレビュー、ユース、 デス・コンパニオン1960年取り壊しの危機に直面したがヒストリック・ボストンが10万ドルで買い取り難を逃れたヒストリック・ボストンはボストン近郊の特徴ある建物の歴史や文化の復興を目指す不動産組織及び非営利保存団体であり市の現在及び未来に重要な役割を担っているこの建物はアメリカ合衆国国家歴史登録罪に認定され ボストンランドマーク委員会から、ボストンランドマークに認定された。1982年から1997年の16年間、オールドコーナー書店の一部門である、グローブコーナー書店が入居し、主に旅行ガイドボーンや地図などを取り扱っていた。1998年から2002年、ボストングローブ紙の会社が入居し、関連商品や土産物などを販売していた。 2005年から2009年、全米チェーンのディスカウントジュリー店である、ウルトラダイヤモンドが入居していたが、破産により閉店した。その後短期間、ノースベネットストリートスクールの生徒及び、教師の作品のショールームとして使用されていた。現在、チポトレメキシカングリルが入居し、フリーダムトレール及びウーマンズヘリテージトレールの一部として知られている。ありがとうございます。